変態魂見せてこいや。さあガンガン行くぜ。 Excuse me, hello Japanese TV インタビューで、ね、すごい。どういう関係これ。あ、日本の方ですね。はい、あのどちらの国からいらっしゃいました。アーティストっぽくないこの人。今日帰れる。カナダ。あ、カナダ。どういうご関係ですか、二人は。何してるんだろう。She's my manager. あ、本当だ、やっぱり。マネージャー？何のマネージャーですか。なんかそうだ。ビーズのドラマ。え？ビーズのドラマ？マジで？ビーズのドラマ？ビーズってミュージシャンの？はい。え？ドラマ？はい。え、今回なんですか、ビーズのメンバーとして発表されるんですか？そうなんです。ビーズの説明は知らない人いないよ。いた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 。稲葉さんと松本さんに信頼されるユウはウルトラソウルなドラマーなのです。確かにビーズのさ、あのバンドの人って外国の人ばっかだもんね。そうだね。うわすごい。うわすげえな。すごい。パワフルだね。今回は全国ツアーがあるんだって。ちなみにビーズの曲で何が好きですか。ウルトラソウルで。そう、歌でででで。わかんない。わかんない。すごいな。ちょっと難しい。なんか言う、え、ブレンド、ベン、新曲かな。新しい。新しい。新しい。ということで、さすがマネージャーさん。みんな待ってね。絶賛発売中なんだ。ね。いや無理でしょ。これは無理。それは無理だよ。密着交渉。出てくれるわけないじゃん。見に行きたいなと思うんですけど。いやいや。我々絶対無理ですよ。何？どうでもなんか文字だけしたプログラム。もちろん。No。あ、本当？ No って言われてる。はい。大丈夫。いやいやいや、ダメだと思います。行きましょう。マネージャーさんだったらダメだと思います。大丈夫です。大丈夫。ダメだと思います。確かに彼が言ってくれたら。しくじった。You、ビーズのライブ。盛り上げてね。簡単にビーズに会えませんよ。お名刺いただいてもいいですか。